どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。インテグラル x2-x-6分の x+7dx、 この不定積分を計算してください。一旦一時停止ボタンを押してもらって、この問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はいですか。そうしたら一緒に確認しよう。この問題は分母の二次式を見た瞬間に因数分解したくてたまらなくなるはずだから、因数分解しよう。するとこうなる。この時点で分母が積の形で表されているから、部分分数分解したくてたまらなくなる。今回は分子が x の一次式になっているから、 x-3 の分子を a、x+2 の分子を b として、計算結果が x-3×x+2分の x+7 になるように式を組み立てよう。 x-3分の a+x+2分の b を通分して、分子を x を持っている組と x を持っていない組に分ければ、分子は a+b×x+2a-3b になる。これが x+7 になるはずだから、 x+b=1、 2a-3b=7、 この2つの式を連立すれば a=2b=-1 になる。つまり x-3×x+2分の x+7 は x-3分の2-x+2分の1に書き換えられるってわけだ。ということで、この積分は分母を微分したものが分子になっているからログ絶対値分母になる。この積分も分母を微分したものが分子になっているからログ絶対値分母になる。ここでこの2は真数の指数に持ってこれることと、対数の引き算は真数の割り算にできることを利用すればログ絶対値 x+2分の x-3+積分定数、これ答え。分母が積の形で表される積分は部分分数分解を疑おう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。